よし、ここまで来れば。遅かったな。貴様の小賢しい企みなぞ、とうにお見通しよ。ジスモア、くそ、先回りされたか。我々から逃げられると思ったか、バカめ。バカめな。ジスマ団長、いいキャラしてるよね。はい、やっていきましょう。お疲れ様です。山です。ドラゴンドラゴン2続きやっていきます。待ち伏せしていた、はい、敵を倒してこの場を切り抜けろ。了解。この方位からは逃れられんぞ。マジで諦めるんだな。レグナー、聞こえないか。この辺りから離れているのか。レグナーって、はい、どうしようか。とりあえずいろいろ武器はゲットしてんだよね。片手剣使ってみる。没落した王家の剣、はい。片手剣どうなんだろうね。威力はだいぶ下がると思うんだよね。その分使い勝手が良ければいいんだけど、どうなんだろう。微妙っちゃ微妙だよね。あー、どうなんだろう。まあ、レベルが上がればとかさ、魔法とかさ、どうだろう。あ、まだ魔力がないわ。ちょっと戻すか。どうでしょうね。前作はさ、武器のグラフィック進化したよね。レベルが上がればさ、一個ずつ毎回変わってたと思うんですよね。それが、それが今作ないんでね。ちょっとまあ、寂しいような気もするけど。うん、はい、さらなるね、追っ手が。でまあ、ビジュアルが増えればね、あの武器の攻撃範囲も増えるんで、だから片手剣でも全然ねいけたりもするんですけど。さあ、分かった。ちょっと片手剣で魔法使ってみようか。ソニックブローって書いてんな。ね、あ、ソニックブローとバリキュリ、あ、ボイスオブイオ、あ、ボイスオブイオ一回使ってみようか。あ、間違えた。回復系がどれかね、まだわかんないし、あるのかもわかんないしね。今ちょっと食らってるんで回復しないね。え、ソニックブローか、微妙だね。こうでしょ。あー、お、くそ、お、オッケー。ノックバックの方が強いんだけど。ダメじゃないか。まあ、ちょっと今は使わずに、結束の剣かな。はい、 OK。 あぶ、くそ、ずっと殴ってらんないね。どうだ、ニックブロー。うん、このステージは武器ないはずなんですよ、新武器はね。なんだろう、あ、あったんだ。あ、ちょっと待って、ちょっと、あれ間違えたかな。いっか。予定外のアイテム認証にちょっとビビってんですけど。まあいいや、一応ない。他の全体マップでわかるんで、アイテムが出てれば。あ、めっちゃ全然敵いるな。取っとこうか、回収。片手剣どうなんだろう、いいのか。今のところあんまり良さが分かってないんですけど。なんだあの鬼人のごとき強さは。我が先鋭たちが外周一色だと。来た、外周一色。なんだろう、あんまり
戦えてないみたいな、我らが負けてるみたいな。おい、来ないのか。なかなかまとまってこないね。あのでっかいやつがさ、どっかいると思うんだわ。そいつ以外であれば別に。腕が、俺の腕が。あぶな。なんか吹っ飛びにダメージがあるみたいだね。今別のキャラの吹っ飛びに。飛びでダメージもらってたから。はい、オッケー。帰ろう、もう少しで援軍が来るぞ。侵略されてる系のセリフだね。やべ、うん、精鋭部隊が来た。ちょっと待って、お、ちょっと待って、あ、ガロー弾。これ読み方合ってんのか、間違った。待ってね。なんて書くんだ。あ、ガで合ってるね。ガローだ。多分。狼との漢字の組み合わせはね、今のね、時間で見つからなかったんですけど、多分ガローで合ってる。ガって読むんだ。やべ、やべ、やべ。オッケー。ちょっとあんた。オッケー。待って、ガローだ、どうやって出すんだ。一緒か。お、いいね。やべ、ちょっと、ちょ、おい、あ、やった。おい、ナイス。おい、ナイス。見えない見えないんだけど、ちょっと離れてガロー弾でやろうか。でもこっちの方が当たるんだよね。ナイス、83。間違えた、重いからさ。いや、ちょっと待って、今の当たんない。おお、ちょっと待って、待って、お金ね、拾えなくなるからね。はい、ナイス。扉が開いた。こちらへ。その声はマナ？なぜあんたがここに？今はゆっくりと話している時間はありません。さあ、こちらへ。はい、雷鳴とどろく谷を駆け抜けろ。大丈夫、私の言う通りに進んでください。なんか落ちてんだけど。杖をめがけて雷が落ちます。杖に近づかないように進んでください。飛来神ってこと？なんだこれ。あ、そういう仕掛けを追ってからさ、逃げるために仕掛けをさ、発動させたみたいな感じか。完全にノエとレグナのだけの土地ではないね。えい、カモノドンメ、雷などに怯えるとは情けない。この雷は危険です。団長閣下はお下がりください。こんなところで、あんたに会うとは思っていなかった。偶然、いえ、これも運命かもしれません。この辺りの雷は全て杖の中心に落ちます。雷の落ちる感覚を見極めて。はい、意外にでも大丈夫だよねこれね。さあ、あ、おった。
の女ノエオ。はい、仲間になった。はい、急に RPG らしい感じになった。すげえ。あー、ノエの剣。はい、片手剣か。マナの杖。助けてくれたんですね。あんただって助けてくれた。ありがとう。お礼は逃げ切ってから言ってくれ。無駄話はそこまでにしとけ。行くぞ。はい。真っ黒焦げでしたけども、大丈夫そうですね。追っ手が来てるから、この地を離れろと。はい、了解。こんなところまで来たのは初めてだな。どうだ、まっすぐ行けばいいのか。はい。なんでマナがここにいるんだって話ですけどね。みんな結局一緒の場所に来ちゃったってことか。唯一安全だと思ってきた場所なのにね。歴史団には先回りされ、まあそれはしょうがないか。ノエたちは逃げてるんで、どうしてもやっぱ速度が落ちるんで、追いつかれますよね。え、どこ行けんのこれ。え、今のとこ曲がった方が良かったかな。え、多分違うよね。降りた。魔術師部隊が集結していた。このままではレグナが撃ち落とされる。地上で応戦しろ。はい。マナは魔術師に対して強い特性を持ち、マナ自身も様々な魔法を扱うことができます。攻撃を防御することで、他の仲間よりも多くの魔力を貯めることが可能です。で、使ってない間は魔力が徐々に回復していきますか。魔術には魔術、私の力を見せてあげましょう。強い。まあ、言うて残歩の女を狙え。このままでは逃げるのが難しい。いて覚悟を決めるぞ。残歩を倒したぐらいだからね。溜まってるこれ。あ、ちょっと溜まってるね。おお、めっちゃ撃ってくんじゃん。危ない危ない。杖で防げるんだ。いて。ファイヤーボールですね。強。使ってない間、MP が回復するってあったけど、HP はどうなんだろうね。多分、HP は回復しないんでしょ。あ、間違えた。あ、まだ来る。戦士に対しては対して攻撃が効かないのか。舞姫の連撃。はい。一応ね、もう一個武器があって、これは前のミッションで取ったかな。あ、魔法が違う。ディバインブラッドと、ボイスオブエレメント。これにしようか。ん？あ、ん？これか。これが、ミッションでゲットした武器。ちょっとこいつらほっといて。あ、来てる。ガードして溜めて、そんな溜まってないな。来いよ。あ、ちょ、待って。みんないなくなったんだけど。大丈夫？おお、はい。あー、痛い。どうなんだろう。ちょ、もう一個の魔法、杖使ってみようか。こいつ倒して、痛い。マナの杖の方。結構多いよ。
はい、ちょっと時間かかるね。まあ、ほっといて。危ない危ない。どうだ？うわ、めっちゃ強。マナの杖の方が強いんだけど。マジか。危ない。なんか急にやっぱ、急にというかなんか、無双やってる感がすごい。なんかね、危ない。全部防げるし。はい。これめっちゃ強いよね。あの女、体力はないはずだ。過剰攻撃で体力を削れ。なんかこういう派手な攻撃が出始めて余計に無双感がすげえ出てきた俺の中で。こっちでしょ。結構いるね。あれ。うわ、2発ダメージがあるね。はい。攻撃の手を休めるな。はい。結構緩いけどね。はい。さあ、これでラストかな。あぶだぶだ。めっちゃ強い。倒した。お前らも、OK。ん？あ、まだいた。あ、全部倒さなきゃダメなんだ。魔法使いだけじゃなくて。はい。ようやく片付いたか。だが、この様子では上を目指すのは自殺行為と言えるな。さて、どうするか。私が案内しましょう。この辺りに詳しいのか。あの後、ずっとここで隠れていたんです。私の隠れ家は封印騎士団にもまだ見つかってません。